音楽の日2024で話題沸騰中居正広とナンバーアンダーライン愛の感動的な出会い中居正広が絶賛ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが観客を圧倒した瞬間昨日2024年7月13日は音楽ファンにとって忘れられない一日となりましたその日は TBS 系の特番「音楽の日2024」で8時間の生放送が行われました その中で特に注目を浴びたのが、タレントの中井雅宏と、3人組の新進気鋭のグループ、ナンバーアンダーラインイとの初対面の瞬間です。この出会いは、ファンにとっても、メディアにとっても、大きな話題となりました。中井雅宏が MC を務めるこの番組で、彼はアナウンサーの安住慎一郎と共に登場しました。アンジュが、新体制になって初めてですか、と尋ねると、中井は笑顔で、 初めてになりますね。初めてですね。と答えました。このシンプルなやりとりからも、ナンバーアンダーラインアイとの初対面に対する期待感が伝わってきます。中井はさらに、PV も MV も当然、見てます。ゴートもボンも。一曲の中に緩急があって。緩急が良くて、とコメントしました。この言葉からは、彼がナンバーアンダーラインアイの楽曲をしっかりと聞き込み、 その魅力を理解していることが伺えます。この後 No. アンダーライン I はゴートを熱唱しそのパフォーマンスで観客を圧倒しましたこの日の中井のコメントには多くのファンが感謝の意を表しました「中井さんありがとうございました」「中井さんのボンボンとっても嬉しかったです」という声が SNS 上にあふれましたまた MV の再生回数が世界一位と言ってくれたことにも感謝の声が寄せられました。今日のパフォーマンスは圧巻だった。見るたびに精度を上げている。成果も完璧だった。決めるところはバッチリ決めて迫力もあったし、ちょっと遊びが感じられるところもあり見るたびにレベルが上がっていて見るたびにワクワクするという評価が多く見られました。No.1 ア,アイのパフォーマンスは見るものに感動を与え、 そののの技術の高さが一目ででわかるものでしたまたバックダンサーも黒い衣装で固められ白い衣装の3人が際立っていたことが視覚的にも効果的だったと言われています短い時間ではあったもののファンは大満足でした3人パーフェクトでしたという声が多く聞かれました長時間の生放送にもかかわらず中井と安住のプロフェッショナルな姿勢にも称賛の声が寄せられました 安住さんも中井さんも長時間疲れただろうな安住さんはまだニュースしてるし尊敬するというコメントがその一例ですまた中井がナンバーアンダーラインアイを褒め MV を見てくれていることに対して優しさと気遣いを感じましたとの声も多く聞かれましたナンバーアンダーラインアイのファンは特に中井の温かい迎えに感動していました 中井くんがゴートもボンも MV をチェックしてくれてると知った瞬間3人の目がキラキラに輝いてすごく嬉しそうで胸が熱くなりましたといったコメントが多く見られました短いトークの時間でしたが中井が PV や MV をしっかり見て応援していることが伝わり3人もとても嬉しそうな笑顔を見せていましたまた中井が夜空の向こうを少しだけ歌った場面も話題になりました 夜空の向こうを中居んが歌ってるのを見て泣きそうになったスマップは日本の宝だったという感動的なコメントも寄せられました中居の温かさと後輩への優しさは事務所の垣根を越えて伝わりファンの心を打ちましたこの日の放送を通じてナンバーアンダーライン愛の魅力と中居の人間性が再確認されました批判的な意見もある中で今回のパフォーマンスと中居のコメントが そのような声を鎮める一助となることを期待しています。ナンバーアンダーラインアイのファンとして、中井が温かく迎え入れてくれたこと、そしてそのパフォーマンスと人間性に感謝の意を表します。このエピソードは、音楽業界における新たな風として、ナンバーアンダーラインアイがこれからどのように成長していくのか、そして中井正宏がどのようにサポートしていくのかを楽しみにしています。このような温かいエピソードが、 今後も多くの人々に感動を与えることでしょう。ファンとして、私たちはこれからもナンバーアンダーラインアイの成長と活躍を見守り続け、中井雅宏のような素晴らしいタレントがその背中を押してくれることに期待しています。これからも、音楽の力と人間の温かさが融合する瞬間を楽しみにしています。また、今回の出来事を通じて、ファンとアーティスト、 そしてメディアとの関係性がより深まったことを感じますこのようなイベントが続くことで音楽業界全体がさらに盛り上がり多くの人々が音楽を通じてつながっていくことを願っています中居正広とナンバーアンダーライン愛の出会いは音楽の力を改めて実感させるものでしたこの日の出来事が今後の音楽業界にどのような影響を与えるのかそしてファンたちがどのように応援し続けるのか その未来にに大いい期待しています。中居正広とナンバーアンダーラインアイの出会いは単なる偶然ではなく音楽業界の新しい時代の幕開けを示しているように思えますこの出会いがもたらす影響は今後の音楽シーンに多大な影響を与えるでしょうナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは彼らの才能と努力の結晶であり中居の応援がその輝きをさらに増していることは明白です しかし、この成功の裏には、多くの苦労と努力が隠されています。ナンバーアンダーラインアイは、新体制の中で一からスタートを切り、多くの批判やプレッシャーに直面してきました。それでも彼らは、常に前向きに努力を続け、ファンの期待に依頼続けています。彼らの成長と進化は、ファンだけでなく、業界全体に新しい風を吹き込んでいます。 中浩宏の温かさとサポートはナンバーアンダーラインアイにとって大きな励みとなっています彼のコメントや行動は単なる言葉以上の意味を持ち彼らの自信とモチベーションを高めていますまた中居のファンに対する気遣いも彼の人間性を感じさせる一面です彼の温かい言葉や行動は多くのファンに感動を与え彼らとの絆を深めています このような関係性は、音楽業界にとって非常に重要です。アーティストとファン、そしてメディアとの間に築かれる信頼関係は、音楽の力を最大限に引き出すための鍵となります。中井正宏とナンバーアンダーラインイのエピソードは、その重要性を改めて示しているのです。さらに、このエピソードは、音楽の持つ力を再確認させてくれます。音楽は、 言葉を超えて人々の心をつなぎ、感動を共有することができます。中井正宏とナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、その力を最大限に引き出し、多くの人々に感動を与えました。彼らの音楽が、これからも多くの人々に感動を与え続けることを願っています。この出会いは、音楽業界に新しい風を吹き込み、多くの人々に希望と感動を与えました。 中井正宏とナンバーアンダーラインアイの関係が今後どのように発展していくのかその未来に大いに期待しています彼らの音楽とパフォーマンスがこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願っています今回の出来事を通じて音楽の力と人間の温かさが融合する瞬間を目の当たりにしましたこのような瞬間がこれからも多くの人々に感動を与え 音楽業界全体を盛り上げていくことでしょう中居正広とナンバーアンダーラインアイの未来にこれからも大いに期待しています音楽の日2024の放送は私たちにとって特別な一日となりました中居正広とナンバーアンダーラインアイの出会いがもたらした感動は長く語り継がれることで役を見守り続けその成長を楽しみにしていますこの日のパフォーマンスは 単なるエンターテインメントの枠を超えファンとアーティストそして業界全体にとって非常に重要な意味を持つものでした中居正広のような経験豊富なタレントとナンバーアンダーラインアイのような新進気鋭のグループとの出会いは新たなシナジーを生み出し音楽業界に新しい風を吹き込むことができました中居正広の存在感とプロフェッショナリズムはナンバーアンダーラインアイにとっても非常に励みになっています 彼の的確なアドバイスや応援は、若いアーティストにとって大きな力となり、さらなる飛躍の糧となります。また、中井が示す温かさと気遣いは、業界全体にとっても模範的なものであり、その影響力は計り知れません。